皆さんこんにちは。今回は愛知県名古屋市熱田区にある熱田神宮にやってきました。熱田神宮の創建は古く、神代まで遡ります。言わずと知れた三種の神器の草薙の剣が御神体。そしてこの草薙の剣に宿った天照大神のことを熱田の大神と呼んで御祭神にお祭りしています。年間参拝者数は700万人を超えるとされ、昔から多くの著名人や源頼朝、織田信長など多くの武将からも崇敬を集めてきた由緒ある神社です。今回の動画では熱田神宮の成り立ちやそれに関わる宮司家の歴史、また神社に関わってきた武将とのエピソードなどもお話ししながら境内を歩いていこうと思います。境内には本宮と別宮が一つずつ、そこに摂社、末社が合わせて27社あって、全てをじっくり回ろうと思ったらそれだけで 2,3 時間はかかってしまいそうな、とても広大な敷地です。電車の最寄り駅は JR 熱田駅、もしくは名鉄神宮前駅から徒歩10分程度で着きます。車の場合は無料駐車場が400台も用意されているので、平日でしたら問題なく止められそうな広さです。国道1号線の東海道と中山道へつながる国道19号に囲まれた立地からも交通の要衝であったことがうかがえますね。それでは熱田神宮行ってみようと思います。今回もよろしくお願いします。熱田神宮の創建はとても古く、第12代景光天皇43年とされています。景光天皇の息子の大和武尊皇が統制を終えて大和へ帰る途中、この熱田の地で恋に落ちた宮津姫という姫に草薙の剣を託すと、そのすぐ後に大和武尊皇は亡くなってしまいます。彼のことを偲んだ宮津姫が草薙の剣を祀ったのがその始まりとされています。古事記日本書紀の危機神話に登場してくるお話ですね。神話の時代の話はいろいろと謎な部分も多くて、想像しにくい部分も多いんですが、今回はまずは神話や天皇家の系図からその関係性を見ていこうと思います。日本国の正史では今から2600年以上前に奈良の橿原の宮で即位された神武天皇を初代として天皇家の歴史が始まっていきます。そこから遡っていくと、高祖神とされる天照大神までつながっていくわけなんですが、そのあたりはまた別の機会に。神武天皇から水勢安寧と進んで第12代景光天皇の時代のお話です。主人公は景光天皇の皇子である大和武尊皇子、そして景光天皇の妹、つまり大和武から見るとおばさんにあたる大和姫です。この大和姫は天照大神を祀るため現在の伊勢神宮内宮を創建された方です。この時代の大和王権はまだ規模が小さく、九州や東北など奈良から離れた場所には大和とは別系統の国や豪族がいくつも存在していました。大和武尊は父景光天皇からの命により各地の豪族たちを従わせるため全国へと派遣されていきます。最初に九州、次に中国地方の出雲、そして最後に関東への遠征を命じられます。これが大和武尊の統制です。この時大和武尊は少し疲れていました。行きの途中伊勢神宮へ立ち寄って休む間もなく各地に飛ばされるため、父は自分のことなどどうでもいいのではないかと叔母の大和姫に相談します。そこで大和姫は大和武尊に草薙の剣と旅の役に立つかもしれないからということで何やら入った袋を渡して大和武尊を見送りました。次に大和武尊が立ち寄ったのがここ尾張でした。そしてここで出会ったのが尾張の地を治めていた国の宮津子、武稲種の妹の宮津姫でした。熱田、そして尾張の歴史を語る上で外せないのがこの尾張氏です。ここから一気に話がややこしくなっていきますが、なるべく分かりやすくなるように整理しながら進んでいこうと思います。天照の孫にニニギの御事がいます。よく天孫降臨とか天孫族とか聞いたことがあると思いますが、これはそのまま天照の孫で天孫ということなんですね。さてニニギのお兄さんに雨のほわかりの御事という方がいます。兄弟なのでこの方も天孫ということになりますね。そしてこの雨のほわかりの子孫が後々尾張氏になっていきます。ただこの雨のほわかり、とてもとても謎の多い神様なんですね。まず古事記と日本書紀で記されている名前が違います。
古事記では雨のほわかりの御事、日本書紀ではほわかりの御事、あるいは天照国照彦雨のほわかりの御事。古事記と日本書紀はそれぞれ712年、720年とほぼ同時期に成立していますが、編纂者が違います。古事記は国内向け、日本書紀は海外向けに作られたなんて言われたりもしていますね。ヤマトタケルのように古事記と日本書紀で当てられている漢字が違うことはあるんですが、名前が変わっている神様というのは実はそんなに多くはありません。このあたりに少し編纂者の意図を感じますね。そして聞き神話では雨のほわかりはニニギのお兄さんで天孫族とされていますが、聞きとは別に伝えられている青鳥竹内文書などによると、雨のほわかりはスサノオの子孫だと言われています。またさらに別の書、仙台九字本義などによると、雨のほわかりはニギハヤヒの御事と同一人物だとされています。ニギハヤヒといえば、初代神武天皇が九州から大和に統制した時、先に大和の国を治めていたとされる神様のことです。神話ではニギハヤヒと神武天皇はどちらも天孫族である証拠となる雨の幅屋を見せ合い、お互いに天孫族だと認め合った上で、ニギハヤヒが神武天皇に大和の国を譲ります。簡潔に言うと、この雨のほわかりという神様、誰の血を引いていてどんな神様なのかはっきりとしないんです。ただ古事記と日本書紀で名前が変えられていたり、天孫降臨のニニギのお兄さんの割にはほとんど登場してこないことを考えると、やっぱり何かしらの裏がありそうな神様ではありますね。さてこのあたりの話はとても興味深いんですが、掘り下げていこうとするとどこまでも沼に入っていってしまいそうで、おそらくここだけで話が終わらなそうなので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、ひとまず尾張氏の祖となる雨のほわかりは出自が謎めいている神様なんだというところで先へ進もうと思います。ヤマトタケルはこの雨のほわかりの孫娘にあたる宮津姫と恋に落ちたというわけです。そして一説によると、この時統制を無事に終えたら結婚しようとも約束していたようです。しかしこの時ヤマトタケルにはすでに奥さんだった乙橘姫がいて、実はこの遠征にも同行しています。昔は何人お妃がいようと構わないというか、むしろそれが当たり前の時代なのでいいんですが、現代人の感覚からすると奥さんがそばにいるのに他の女性と婚約をするなんて、なかなかすごいエピソードですよね。そんな約束もしながら宮津姫と別れたヤマトタケルは、ここからいよいよ関東に向かって進んでいきます。サガムの国に入ると有名なシーンがやってきます。ヤマトタケルはその土地を治めていた国の宮津湖に荒ぶる神がいるので沈めてほしいと言われ、とある野原まで連れて行かれると、国の宮津湖は突然野原に火をかけてしまいました。ヤマトタケルは騙されていたんです。そこでヤマトタケルは持っていた剣で必死に周りの草を刈り、さらにヤマト姫にもらった袋を開けると、中に火打ち石が入っていたので、これで向かい火を起こしてなんとか脱出することができました。この逸話からその辺りの地名が焼津と名付けられ、そして草薙の剣と呼ばれるようになったというお話です。なんとか脱出できたヤマトタケルはそのまま相模の国の宮津湖を討伐すると、さらに東へと向かいます。ここで吾妻神社の動画の時にお話しした音橘姫のシーンが登場します。東京湾を船で渡ろうとしたものの、嵐で進めなくなってしまったヤマトタケルのために、同行していた妃の音橘姫が自ら海に身を投げて嵐を沈めます。これによって海を渡ることができたヤマトタケルは次々に蝦夷を討伐、関東を平定していきます。統制を無事に終えてようやく終わりまで戻ってきたヤマトタケルは、約束通り待っていた宮津姫と結婚をしました。そして草薙の剣を宮津姫に預けたヤマトタケルはそのまま伊吹山へと向かいます。結婚して宮津姫に良いところを見せたかったのか、伊吹山の荒ぶる神ごとき素手で十分だと言って向かったものの、案の定山の神の怒りに触れてしまい、ヤマトタケルは体調を崩してしまいます。なんとか山を降りることはできましたが、彼はそのまま都に戻ることができずに亡くなってしまいました。その訃報を聞いた宮津姫が、ヤマトタケルの形見である草薙の剣を祀ったのが熱田神宮の始まりです。尾張の国熱田大神宮演義によると、熱田という地名は宮津姫が晩年に草薙の剣を祀る場所を探していた時に、とある楓の木が炎を発して燃え続け、水田の中に倒れた後もその炎は消えることなく水田まで熱くなっていました。そこでここを特別な場所として熱田と名付け、剣を祀る社地に定めたと言われています。
熱田の由来についても諸説あるんですが、もし他にこっちじゃないなんて説があれば、ぜひコメント欄で紹介してくださいね。ちなみに当時の熱田は熱田台地という細長く突き出た台地の南の突端にありました。今は周りが埋め立てられてしまったので面影はありませんが、当時はきっとこんな感じの様子だったんでしょうか。ではここで改めて時系列をまとめてみようと思います。景行天皇43年大和たけるが亡くなり、契りを交わした宮津姫が草薙の剣を祀ります。ただしこの時は宮津姫が住んでいた館が今の愛知県大高のあたりにあったそうで、草薙の剣もその館の中で大切に守られていたため、まだこの時熱田社は存在していません。中愛天皇4年、長生きしていた宮津姫も年老いてきたため、正式に剣を祀る場所を選定、そして熱田の地が選ばれます。同年亡くなった宮津姫を祀るため、住んでいた館の後に氷上姉御神社が創建されます。問題は草薙の剣がいつ熱田神宮に移されたかになるんですが、実はここについては情報が少なくてよくわかっていません。この後すぐに熱田社が作られて、そちらに遷座したという可能性ももちろんありますが、熱田はもともと尾張氏の祭事場だったという話もあることから、宮津姫が亡くなった後もしばらくは草薙の剣は氷上姉御神社に祀られていて、祭祀を行う時だけ熱田に赴いていたという可能性もあると思っています。熱田首長官譜という書物には646年に熱田の地に移されたと書かれています。646年というと大化2年で、大化の改新直後ということです。国家の体制が大きく変わる中で、三種の神器である草薙の剣を改めてしっかり祀ることになったとすれば、タイミングとしては違和感はないですよね。しかしこのすぐ後、668年に新羅の僧道行によって草薙の剣が盗まれるという事件が起きています。道行はすぐに捕まったんですが、剣はここから18年にわたって都の宮中に保管されます。熱田社に返されたのは686年、第40代天武天皇が体調を崩し、これが剣のたたりだということになって、ようやく熱田に返されたということです。この辺りがとても気になりますね。熱田神宮の公式ページにもこの間の数百年の出来事がすっぽり抜けてるんですよね。三種の神器が高騰を示すものであるなら、草薙の剣が天武天皇をたたるというのも変な話に聞こえますね。これはあくまで勝手な推測でしかありませんが、やはり大化の改新で新しい体制が始まったタイミングです。当時の朝廷からすると、自分たちの正当性を内外に強く示すために三種の神器を全て手元に置いておきたかったのではないでしょうか。道行を使って盗ませたのか、それとも彼に濡れ衣を着せたのか、大和朝廷が手に入れるために仕組んだことだったとすれば、その後天武天皇が剣にたたられたというのも納得できるかなぁなんて考えてみました。何はともあれ、無事に草薙の剣が戻ってきた熱田神宮は、ここから数多くの参詣を集めていくことになります。剣を祀る神社として中世以降多くの武将から崇敬を集めることになる熱田神宮ですが、きっかけはどうやらそれだけではなさそうです。次はこの後歴史を大きく動かしていくことになる有名な武将たちと熱田神宮の宮司家との関係性について詳しく見ていこうと思います。草薙の剣を最初に祀ったのが尾張氏の血を引く宮津姫で、その尾張氏は経図上は天孫ニニギノミコトの兄雨の穂明かりを祖としているということをお話ししてきました。熱田神宮の大宮司職は代々この尾張氏が務めていましたが、平安時代後期になると、当時の大宮司だった尾張和元から藤原南家の血を引く藤原の末則にその職が譲られます。これ以降、藤原の末則の子孫が大宮司家を、尾張氏はそれを支える権の宮司となって続いていくことになります。ではどうして尾張氏は藤原南家に大宮司を譲ることにしたのか、次はここを詳しく見ていこうと思います。まず尾張氏は熱田の大宮司を務めながら、一族の娘を天皇家に嫁がせ、外戚となって大和朝廷の中に発言権を持つようになります。そんな中、平安時代中期の1042年、ある事件が発生します。尾張の神に任命された橘の歳綱が尾張へとやってきたんですが、その時熱田の大宮司だった尾張和信は挨拶に出向こうとしませんでした。それに怒った橘の歳綱が熱田社の領地を取り上げてしまったという逸話が宇治周囲物語に書かれています。
終わりの神といえば、今で言うと愛知県知事みたいなものです。さすがに熱田の大宮司といえど、終わりの神を怒らせてしまっては朝廷との関係にもひびが入ってしまいます。尾張和信は息子の和元に大宮司職を譲りますが、それでも領地は戻ってこないまま、尾張氏は少しずつ弱体化しつつある、そんな状態でした。ここで藤原南家の藤原の末兼が登場します。末兼は父親が駿河の神、兄が三河の神を務め、自身も三河の国の額田郡を本拠に力をつけていった人物でした。そんな末兼は尾張の国の目代となって尾張へとやってきます。目代とは、国司である尾張の神の代わりに現場での職務を遂行する代官のような立場の役職です。そして藤原の末兼は熱田の大宮司尾張和元の娘と婚姻関係を結ぶことになります。この辺りにいろいろと思惑が交錯していそうです。尾張和元は失った所領を取り戻して尾張氏の力を回復したい。藤原の末兼は目代として尾張氏と朝廷の関係を改善できれば自分の権威が上がりますし、弱体化しているとは言っても、古くから中部地方に力を持ち続けてきた尾張氏の力を取り込むことができます。そして朝廷側も三種の神器である草薙の剣を祀る熱田神宮といつまでも微妙な関係を続けるわけにはいきません。そんな複雑に絡んだ思惑があったであろう中で、結婚をした二人の間に子供が生まれます。それが藤原の末則です。末則は1114年、24歳の時に尾張和元から熱田大宮司の職を譲られます。この藤原の末則は蒲根が泉州でした。蒲根というのは氏名に添えて家柄を表すためのものです。簡単に言うと、藤原さんといってもこの時代の朝廷は藤原さんばっかりなわけで、どこの藤原さんなのかを表すために天皇から与えられた地位や役職、あるいは持っていた所領の地名などから付けた姓のことです。それが末則の場合は泉州だったことから、以降熱田大宮司家は藤原の泉州家と呼ばれるようになっていきます。そして泉州家はこの後、意外と知られていない武士との深い関係につながっていきます。先ほどもお話ししたような思惑が絡んでいるのか、大宮司職を譲られてからも実際に現場で熱田社の運営をしていたのは尾張氏でした。祭祀などもありますからね。では大宮司になった藤原の末則はどうしたかというと、京都にいました。現地ではこれまで通り尾張氏が運営をしながら、大宮司の末則は京都でいろんなパイプを作っていく。この形になったことで、結果的にこの後熱田神宮の権威は高まっていくことになります。末則は都で源氏の武士とつながっていき、その中でも河内源氏、源行藤の娘と結婚をします。彼はたくさんの子供を作っていますが、男子たちは当時実権を握っていた後白河法皇とその御所を守る北面の武士となっていきます。そして彼の娘の一人に由良御前という女性がいました。彼女は河内源氏の棟梁だった源義朝と結婚します。そして1147年、二人の間に生まれたのが後に鎌倉幕府を開くことになる源頼朝です。頼朝はこの熱田の地で生誕したと言われています。この時は保元の乱、平治の乱と源平合戦につながっていく真っ只中の時代。まさか孫となる頼朝が鎌倉幕府を開いて源氏の時代がやってくるなんて、藤原の末則も夢にも思っていなかったと思いますが、ここで源氏との深いつながりができたことで、これ以降数百年にわたって続くことになる武家政権の時代は熱田神宮にとっては追い風となっていきます。さらに系図を見てみましょう。なぜそうなったのかは謎なんですが、末則は自分の孫娘を養女とした後、これまた源氏の一派である足利義康に嫁がせています。義康は足利家の祖であり、その子孫は鎌倉幕府を支える御家人として活躍します。さらにその子孫の足利尊氏が室町幕府を開くことになります。鎌倉幕府、室町幕府と2つの将軍家に続けて血が入っているとは、藤原泉州家恐るべしです。室町時代になると、藤原泉州家は足利将軍家の縁戚という関係から幕府の奉公衆に入っていきます。そして将軍家の祈祷や祭祀を河川的に執り行う立場を獲得したことで、さらにその権威を増していくことになります。その一方で、権威が増すことで膨らんでいった泉州家はこの頃からたくさんの分家ができてきました。すると大宮司職の後継をめぐって、たびたび内部闘争が起こるようになるのです。
しかしそんな中でも泉州宗家は八代将軍足利義政の奥さんである日野富子に気に入られ、将軍家の行事に参加したり献金を受けて大宮司職を守っていました。ところが1467年に応仁の乱が起こると、それを機に時代は戦国時代へと移り変わっていきます。藤原の末則以来、現場の運営は尾張氏に任せて、自らは京の都で政治に奔走してきた泉州宗家は、このタイミングで尾張へと戻ってくることを決めます。戦国時代に突入したことで熱田神宮の所領も荒廃して、直接統治する必要に迫られたのか、あるいは日野富子の失脚の影響を受けないように何かを察して動いたのかは推測するしかありませんが、こうして熱田へ戻ってきた泉州家は驚くことに、なんとここから武将化していくことになります。当時尾張で台頭してきた織田信長の父信秀に従ったのは、当時の大宮司職を継いでいた泉州末光。彼は1544年信秀の美濃攻めに武将として従軍しています。ところが一気呵成に稲葉山城下まで攻め込んだ後、一旦兵を引き上げようと油断したところに、背後から斎藤道三に攻められたくさんの家臣が戦死したという加納口の戦いで、泉州末光も戦死してしまいました。その後大宮司職を継いだ息子の泉州末忠も信秀の息子の信長に仕えることになります。1560年、駿河の今川義元が尾張に侵攻してくると、桶狭間の戦いに泉州末忠も参陣します。しかしながら父に続き末忠もまたこの桶狭間の戦いで戦死してしまうことになります。親子続けて熱田神宮の大宮司が戦死してしまったのはとても残念なことでしたが、織田家の庇護を受けたことで、これ以降大宮司職の後継争いは泉州宗家にまとめられ、鎮静化していくことになります。またその後信長が天下一統に駆け上がっていくことになったおかげで、熱田神宮も波乱に満ちた戦国時代を難なく乗り切り、その権威を守ることができたわけです。ちなみに信長は桶狭間の戦いに出陣する際、熱田神宮に立ち寄って戦勝祈願をしています。そして戦いに勝利した後、そのお礼に信長は築地塀を奉納しました。今では信長塀と呼ばれ、日本三大塀の一つと言われています。でもひょっとしたら戦勝のお礼というよりも、二人の大宮司の死を偲んで奉納されたのかもしれませんね。その後の熱田神宮ですが、豊臣秀吉、徳川家康と東海地方出身の武将が続けて天下を取ったことで、社殿の修繕など手厚く保護を受けています。江戸時代にはすぐ足元に東海道53次43番目の宿場宮宿が設けられたことで大いに賑わいました。しかし昭和に入ると、1945年6月9日太平洋戦争の熱田空襲によって社殿が焼失してしまいます。戦争が終結すると、今度はアメリカ軍 GHQ に御神体が奪われることを恐れて、飛騨一宮水無神社に草薙の剣が一時移されますが、その後無事が確認されると、草薙の剣は熱田に戻されました。そして1955年には伊勢神宮の式年遷宮で出た古材を譲り受けて、社殿の再建が行われます。それでは最後に、紹介しきれなかったお社も含めて神社境内を回りながら見ていこうと思います。まずは南側一の鳥居をくぐる前に左へ行くと、八犬宮と一緒にあるのが上近間神社。こちらは宮津姫のお父さんの乙代の命がお祭りされています。その両脇には大国主の命と琴城主の命がお祭りされています。出雲系の神様であるこの二柱が一緒にいるということをまずは覚えておいてください。一の鳥居をくぐってすぐにメインの参道から右手に向かうと、三つのお社が並んでいます。一つ目は日崎巫女神社。天照大神の巫女である雨の押し穂耳の命がお祭りされています。二つ目は彦若巫女神社。こちらは尾張市の祖となる雨の穂分かりの命がお祭りされています。そして3つ目、いきなり赤いお社に変わりましたね。こちらは南新宮社といって、スサノオの命がお祭りされています。その横には小さなお社が2つ、アマテラスとスサノオが受け入れをしたことで誕生した8人の巫女を祀ったヤコの社と、スサノオの別名と言われる小森の狼を祀ったソシモリの社があります。そしてここからメインの参道に戻る途中にあるのがクスノミ前社。
こちらにお祭りされているのはイザナギの御事とイザナミの御事です。さてここで少し立ち止まって考えてみようと思います。やはりこれだけの神社ですから、お社の配置にも何かしらの意味が込められているはずと僕は思っています。南側から入っていきなり両サイドに配置されているのがことごとく出雲系の神様だというのはとても興味深いことだと思います。そしてその中にアマテラスの息子さんとされる押穂耳がいらっしゃるのもまた面白いですね。彼については第73世竹の内の宿根竹内睦弘さんが、雨の押穂耳は実は本当はアマテラスの息子ではなくアマテラスの旦那さんだと著書などで語られています。僕もあくまで一人の歴史好きに過ぎないですし、まだまだ勉強不足なので、これが正しいのか間違っているのかまではよくわかりません。でも押穂耳もまた謎が多く、不思議な神様であるのは間違いないですし、本殿につながる参道とこの場所をイザナギ・イザナミの国生みの神様がつないでいるというのも興味深いなぁと思ったので紹介させていただきました。さて参道に戻ると見えてきたのは東須の社。こちらはアマテラス大御神のにぎみ玉が祭神となっています。にぎみ玉というのは神様の魂の優しく平和的な側面を示す部分のことを指します。拝殿へ向かう前にアマテラスのにぎみ玉で優しく包み込んでもらうといった感じでしょうかね。第二鳥居をくぐると手水舎があります。そしてそのすぐ北には弘法大師空海が植えたとされる樹齢千年を超える大楠がそびえ立っています。境内にはこの他にも同じくらいの樹齢を迎えそうな御神木がいくつもあるので、これらも必見です。両脇を東西の八百万の神様に見守られながら第三の鳥居をくぐると、いよいよ本殿が見えてきます。こちらには熱田の狼とともに天照大神、スサノオの御事、ヤマトタケルの御事、宮津姫の御事、そして宮津姫のお兄さんにあたる竹稲種の御事も合わせてお祭りされています。そして熱田神宮の面白いのは、このあと右手の神楽殿を抜けると心の小道という遊歩道が本殿をぐるっと囲むように存在していることです。もちろんその道に沿っていくつかのお社が配置されています。第三鳥居を抜けたら左手に向かいましょう。すると大崎田神社が見えてきます。この大崎田神社には宇賀の御霊の神がお祭りされています。言わずと知れた穀物食べ物の神様ですね。最近ではすっかり稲荷神社として赤い鳥居と共に祀られることが多くなってしまった宇賀の御霊ですが、こちらでは大崎田の名前で祀られています。田んぼに大きな幸せをもたらすようにとの意味で穀物の神様らしい神社名ですね。その向かい側には内天神社、内天神社には宿儺彦那の神がお祭りされています。宿儺彦那は大国主の国づくりを手伝ったとされる神様で、農業やお酒あるいは温泉の神などと言われています。そして一説によると鳥取市の祖先とも言われています。今の鳥取県の元となっている鳥取市ですね。大国主と鳥取市、ここにもまた出雲系とつながりそうな神様が出てきました。そしてここに寄り添うように六柱の神様が六抹社として並ぶようにお祭りされています。順番に行くと音彦の村寺、宮津姫の御事、竹稲種の御事、音立花姫の御事、スサノオの御事、そして日永の御事、
ここで初めて登場する神様としては、音彦の村氏は尾張氏の10代目首長とされている人物です。日永御事も尾張氏の一族で、知多半島を開拓した神様と言われています。そしてここにもまたスサノオが祀られているというのがやっぱり意味深ですよね。尾張氏とスサノオ、つまり出雲系一族とのつながりは、今後もいろんな神社を巡りながら紐解いていけたらいいなと思っています。さて、ここまでたくさん歩いてきたので、ちょっと寄り道していきましょう。草薙の広場と名付けられた池や庭がきれいに整備された広場で一休みすることができます。こちらには売店や食事処などもあって、憩いの場としてにぎわっていました。その中には西行法師が腰掛けたと言われている25丁橋があります。こちらはなんと名古屋で最古の石橋だそうで、板石が25枚並んでいることからこの名が付けられました。そしてこちらにはたくさんの剣が展示されている草薙館があります。大人が500円で入場できて、歴代の武将から奉納されてきた剣などを見学することができます。特に1570年の姉川の合戦で朝倉家臣真柄直隆が使ったとされる2メートルの大太刀、太郎太刀の大きさや重さを実寸大レプリカで体験できるコーナーがあって、僕も持ってみましたが、めちゃくちゃ重かったです。これを馬にまたがりながら片手で振っていたとか、どこまで本当かは分かりませんが、両手でも持つのが精一杯だったので、やはり戦国武将の力は恐るべしといった感じでした。そんなお楽しみも交えつつ、帰りはそのまま西門から出ていきました。ちょうど西の鳥居の脇に菅原社があります。菅原の道真公がお祭りされています。有名な学問の神様ですが、熱田社の成り立ちとは関係がないので、こんな端っこに建てられているのか。でもなんとなく遠い西の方、太宰府天満宮を眺めているようにも見えますよね。西の鳥居を出たら境内に沿って北に向かっていきます。すると陽号の魔社があります。本殿と同じくこちらにも熱田の狼が祀られているんですが、ここは車のお祓い専門のお社になります。さらに北へ進むと最後のお社となる下地鎌神社があります。一社だけ北の端に忘れられたように鎮座していますが、祀られているのは宮津姫のお母さんの益城飛部の御事です。それなりに重要な神様だと思うんですが、なぜこんなところに祀られているんでしょうか。上地鎌神社の音代の御事の奥さんということなので、境内で一緒に祀ってあげればいいのになんて思ってしまいましたが、ひょっとしたら二人の間に何かあったんでしょうかね。下地鎌神社は昔からこの場所にあったそうで、東海道の旅人をずっと見守ってきた旅行安全の神様ということで、この旅の安全をお祈りして熱田を後にしました。ということで、今回はかなりボリュームたっぷりの動画になりましたが、これで以上となります。いかがでしたでしょうか。もともとはこの地を治めていた尾張氏から始まった物語でしたが、後半は藤原の千秋家に隠れて全く登場しない影の薄い存在になってしまいました。でも尾張という名前は今も地域名として残り続けていますし、その娘たちを通じて血脈が後の幕府将軍家につながっていったことを考えると、結果的には千秋家に大宮寺職を譲ったのは正解だったと言えるのかもしれませんね。2018年からは千秋家現当主の千秋末頼さんが大宮司を務めていらっしゃいます。令和になった今でもこうして歴史に名を残す名前が引き継がれているところに、日本の神社の凄さを感じますよね。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお待ちしています。